ヤフー YouTube どうも、なおきです。さて、今日もヘアスタイル解説をやっていきましょう。で、今日はですね、彼ですね、片寄くんですね。片寄るとか、前片寄くんも多分去年だと思います。多分やったのは1回だけやらせていただいたんですけど、まあちょっと今回もいくつかオーダーもあったので、他のやってないものを合わせてやっていこうかなと思います。で、まずこれからですね。まずこの時の短い時からなんですけど、まあこれはまあ難しくないショートではあるんですけど、まあ刈り上げで、上だけ伸ばしてるっていうような感じ。つまりこれは2セクションですけどね。まあこの時はもう多分こめかみのこの辺りから、そうだね、ボンノクボ、こめかみ8を通ってボンノクボちょっと上ぐらいまで多分行って、そこまではもうギリギリまで刈り上げてると思います。刈り上げも甘め9ミリとかちょっと長めで切った方がいいのかな。で、耳割りはさっぱりしてる、両サイド切ってあげて、で、上はショートっぽくダウンをつけてあげるような感じ で、ここ見てもらうと、こう上から長い毛がありますけど耳にかかんない程度で、ここの眉毛に横の髪の毛ね、つなぐ程度の長さで切ってあげて、で、前髪もある程度長めに残してあげるんですけど、ここは立ち上げてセットしてるんで、ここら辺の浮きが出てますけど、ここはこうドライヤーとかで立ち上げてセットさせてあげて、で、上もダウンしっかりつけてあげてカットしてあげれば全然問題ないですね。まあ普通に2セクションのショートでいいと思います。全然で、カラーリング的には多分これどうなんだろうな、前の髪型が分かんないんであれですけど、まあ、ハイライトとかを全体的に入れて、で、鉢下のその刈り上げてる部分には色染めないで、ハイライト入れた後に上の髪の毛にちょっと明るい色、9とか10レベルぐらいかなの色を全体的に入れてあげれば、このハイライトのところにも色が入りつつも全体で茶色く染まって、で、ここの2セクションと差が出るっていうような感じなので、全体的にブリッジしてるというかは、こうハイライトを入れてこうちょっと遊ばせてるっていう雰囲気があるので、まあちょっとなんだろう、カラーも一筋縄ではいかないというか、一発ではいけないんですけど、そういうちょっと2回ぐらいカラーをしないといけないっていうのがありますね。まあ全然難しくはないですけど、で、この時は、まあ、マッシュベースですね。この時はマッシュベースで、後ろがちょっとどうなのかなって感じですけど、まあ今はこういうのが多分多いんじゃないかな。で、やっぱり横を減らすためにはやっぱ刈り上げが一番早い。まあ刈り上げなくてもいいですけど、多分この上からの髪の毛の中で見ると、まあこのこめかみからまあ8通ってモンノクボは規定路線だと思うんですよね。で、そこは甘めのソフト刈り上げ、なんだろう、バリカンではなくて、今ね、BTS だったりとかいろいろとこう若い子がやってるような甘めの刈り上げ、バリカンではなくて甘めの刈り上げにして、上からかぶせてもマッシュベースでいいと思います。耳半分ちょっとかかる程度から、もう目にかかる程度の感じ、もう目にかかるのがこれはもう規定路線ですよね。目にかからないとかかる、これってかかる人かかんない人って結構好き好きがあると思うんですけど、彼の場合はもうかける程度まで長くして、で、後ろも本当にボンドクボクなので残してあげて、で、彼の場合は結構ダウンをこの時は短くしてますよね。そう、上の部分にはもう 5,6 センチ短いダウンを入れて、鉢植えの部分は入れて、で、ちょっとこのね、下の部分にはちょっと厚みを、長さを残してあげて、することによって、ここの動きっていうのはワックスとかつけた時に動きが出るけども、こっちはこっちで重さがあるので、短いと長いところがちょっと分かれているっていうような感じがポイントではあります。全体的に短くするんではなくて、段を入れるんではなくて、ここの部分特に短くして、で、横の部分の段に関してはちょっと甘めに残してくださいっていうふうに言う。で、あとはもう本当にこの場合は量を減らすっていうことなので、量を減らしてください。これは多分中間決裁機じゃないと、こういう束感ってなかなか出にくい、もともと量が少ない人ではない限りは、で、セットなので、これって基本的にもう本当に時間をかけてどうセットするかで、僕よくこういうマッシュベースの人でワックスとかつけて、もう全体的にこうまずつけます、つけてから一個一個ちょっとこれからこうね、ちょっと動かして、ちょっと
ちょっと動かして、結構大変なことやってるなって思うんですよ。まあ全然それは美容師としても楽しいといいですし、まあ、できないことはないですけど、まあ本当に一個一個ね、アイロンもして時間もかけて30分ぐらいかけてやる人とか結構多いと思うんですけど、まあ結構大変なんで、うん、なんかもうちょっと軽く、それだったらもう毛先にパーマかけてちょっと揉み込んでおけばいけるんじゃないかなと僕はね、思うんですけどね。やっぱこだわりがメンズは結構そういうとこあるので、まあ全然そこは好き好きでいいと思うんですけどね、うん、でこの時はもっと短い時ですね、うん、まあ、この時に関しては続きとでも何でもなくもうショート、メンズのショートでいいと思います、普通に。あとはセットですね。で横がちょっと広がってるので、横多分これね1日間するとすぐ伸びてきちゃってボコボコになっちゃうと思うんですよ。そう、刈り上げでもないし甘く残すようなショートヘアで、襟足ちょっと長めに、長めっていうかちょっと見えるような感じで残す。これはね多分ね、このバランスにするのは片寄くんぐらく顔がちっちゃくないとなかなかバランスは難しいです。僕じゃ多分絶対無理、うん、あの同じような感じにはならないっていうだけですよね、うん、刈り上げも甘めの刈り上げ、耳周りさっぱりしてショートヘアで、うん、でツンツンするんで、まあ、中間毛先ツンツンさせて、まあジェルとか片付け、多分量はねもともと結構多いと思うんですよね。少なくはないと思う。そう、多くて結構強い感じのタイプなので、そういう感じの子はちょっと甘めに残すとこういうヘアスタイルになりやすいかなと思います。まあ難しくなく前髪を短くすることでおでこも広く出るし、うん、まあもともと爽やかだし似合ってるかなっていうような感じですね。多分けどこの長さで、あのお願いしますって言った時には基本的に多分美容師のカットどうこうっていうのも伸びてきた時もう横が広がるのがもう目に見えてるんですよこれ。そう、ある程度ギリギリまではいけるんですけど、もう 2,3 週間するともう伸びてきてなんか違うなっていう風になると思います、この長さだと。そう、なのでもうこまめにカットしてキープするっていうのがこのヘアスタイルに関しては大事だなとは僕は思います。うん、で、まあ、この時ですね、次のこの時はまあ、セットでこっち後ろにしてこっちを下ろしていうような感じですけど、これこめかみの上ですよね。このこめかみよりもうちょっと上の部分から刈り上げてます。両サイドね、両サイドがっつり刈り上げて、多分この時もほんのくぼちょっと上ぐらいかなまで刈り上げてると思います。でこの時は多分もうバリカンで刈り上げていいと思いますよ。6ミリとか9ミリ、6ミリとかでもいいと思いますけどね、がっつり刈り上げて。で、上の部分は、あ、まあ、センターパートでも7、3でもいいんですけど、6、4とかでこう分けてもらって、で、多分両サイドは多分耳にかかる程度だと思うんですよ、少し。そう。で、そこから前髪の目の位置まで、ちょっとこう前下がりっぽく切って。そう。で、後ろもボンノクぐらいの。まあ、まあ真横でもいいですし、ちょっと後ろ下がりでもいいんですけど、あんまり後ろ下がりすぎちゃうとこうバランスが悪いんで、前髪はこれだけ長いんで耳後ろはまっすぐレベルでもいいと思います。でそれに対して、うーん、まあ 3,4 センチくらいのダウンを上だけ入れてもらって、で量感質あの調整してもらえたら、あとはもうジェル、うん、プロ髪でもいけますよこれ、うん、ジェルとかグリースとかでもうあのセット全体的につけて、うんと、こうこっち側はこう後ろになって、でこっち側前を下ろしてっていう風なセットの仕方で全然問題ないと思います。もうちゃんとしっかりジェルとかあのセット剤をこれはつけないとこういうツヤ感だったりとか雰囲気出ないんで、まあ黒髪でも茶髪でも全然いけるヘアスタイルで、ある程度長さがあれば、もともとの長さがないとダメなんですけど、そのぐらい長さがあればいけるヘアスタイルなのかなとは思います。うん、まあこの時はまあ同じです、マッシュ。そう、この時ダウンが、上のダウンが重いって感じですね。さっきのあの茶髪の時の金髪茶髪の時のところはダウンが結構短いですけど、この時はダウンがこの短さがあんまりない、ちょっとあんまりこうちょっと重めに残すダウンをつけるって感じですね。刈り上げの部分は同じです。こめかみから8頭ってボンドクまでを甘めの刈り上げで刈ってあげて、上から耳にかかる程度の増し目して後ろまでやって、前髪のようなところまでグッとまっすぐ。そうで、この前のまっすぐ行くんじゃなくて、ここに残ってる髪の毛があるんで、この鉢の部分の髪の毛をちょっと長めに残して、それを起点にちょっと前下がりと、こっち前髪からちょっとだけこう下がるような感じで、このこめかみの長さの髪の毛をちょっと残すような感じで、マッシュベースで、で段も全体的に多分 2,3 センチぐらいの段で、あ、もうちょっといるかな、 2,3 センチぐらいの段で、でも、うん、上だけ
3、4センチぐらい、ちょっと短め、うん、でもさっきの金髪よりも短めではないので、あまりこう短くしすぎないで、うん、いいと思います。でこの質感に関しては多分僕毛先のパーマでいいと思いますね、うん、アイロンでもいいですけど毛先のパーマでも全然いけると思います。これはそう、うん、で金髪でもいいし、でパーマかけてるんだったらムースとかでも、あの揉み込んだりとかバター系のワックスとかでも全然いいと思いますよ。うん、でパーマだったら、まあ、そうだね、でアイロンしてやるんだったらちょっとツヤ系のワックスとかで、ね、セットしてあげるのが一番いいかなとは思います。いろいろとこうマッシュの形もねいくつかあると思うので、自分の髪質だったりとか、まあ、好みの前髪とかだったりとか、こうまっすぐにしたいのかちょっとここに残したいのかっていろいろとあると思うんですけど、まあ、バランスを見て自分の好きなようにやっていただければ美容さんも全然できると思うので、その辺も含めてぜひやってみてください。バイバイ。